というわけで今回もサカツクロードトゥーワールドやっていきたいと思います。前回と同じようにこの位置に置く。ただ前回はブルしか見えなかった。ブルしかちゃんとレッドブルって見えるようにこれでいいのかな。これで、はい、というわけで今回もサカツクやっていきたいと思います。前回と同じオープニングでびっくりした方もいらっしゃるかもしれませんが、ユニフォームが違うのでね、それで気づいてください。はい、というわけで今回のサカツクやっていきましょう。5月25日水曜日のお知らせ読んでいきたいと思います。はい、どうもマグマグマグロンと申します。はい、というわけで先ほどね帰ってきて東京ヴェルディの試合を後半だけ見てまいりました。後半だけね、シュート25本打って勝てないとはね、ちょっとテンション低めでお送りしていきたいと思います。はい、というわけでじゃあまずはお知らせからいきたいと思います。前回の宿題なんてもはないよね、別にね。あ、CCT なんてのがありましたねCCT なんていうものがありました。え、でもね、まさにあのエナジードリンク、まさにエナジードリンク、これをね飲み残しております。ね、ね、何本ぐらい飲み残したかな。結構飲み残しちゃってたんでね、まあ、こんなもんよね。4998位、総獲得ポイント7096位、ちょっとかなり取りこぼしてますね。いつもは3000位ぐらいでしたから、あの確実にエナジードリンクを飲まなかったっていう分が効いております。あと普通にね逃してるね。土日になんかね気づいたら満タンになってたのに、あ、忘れてたーってのがねちょっとありましたね。いかんですね。 AP はねちゃんと記憶にあるんだけど、ついついね CCT 忘れちゃうよね。はい、というわけで今週のお知らせ読んでいきたいと思います。今週のやること、ででん、ワールドツアーやりましょう。はい、というわけで今回は新星子監督、どこに書いてある、パリ FC の選手を編成すると強くなるフォーメーションコンボ、なんて読むのこれ、花の都の三重詩とでも読むんでしょうか脳入れちゃいましたけど、を持つ新星子監督ポチャッチーノが獲得できます。だいぶ名前がもじられておりますけれどもね、いやいやいや。というわけで今回はこの、星子監督ポチャッチーノを獲得しましょう。言いづらい。はい、こちらアルゼンチンの監督でポチャッチーノ、はい、こういう風になっております。サカツク名ポチャッチーノ、言いづらい。モデルは、マウリシオ・ロベルト・ポチェッティーノでございます。マウリシオ・ポチェッティーノ、ま、現在ねパリ・サンジェルマンの監督を務めてはいるんですけれども、やっぱり気になるのはやっぱりあれですよね、スパーズを強くした監督ですね。アーセナルのライバルでもあるトッテナム・ホットスパーズを急に強くしやがった監督でございます。スパーズは5年ぐらいやってんのかな。でまあね、なかなかの好成績を収めたみたいです。なんかの大会を準優勝したそうです。なんかの大会をね、そしてこの間それを逃しましたよ、アーセナルはね、本当にニューカッスルに勝っていれば自力で4位だったじゃないか。全く、あ、イベント限定星4選手にはメッシは入ってないんだ。そこはなんかちょっと残念ですけれども、はい、というわけで、4-3-3 となっております。こういうフォーメーション、パリの選手を入れれば強くなるということで、今回、パリ・サンジェルマンのガチャが来ていますので、まあ、それに該当しているフォーメーションが来ております。まあ、現在のパリ・サンジェルマンのメンバー構成でいうと、ゴールキーパーがケイラー・ナバス、かっこドンナルンマ、贅沢。左からメンデス、キンペンベ、マルキーニョス、ハキミとなっております。セルヒオ・ラモスがベンチっていうね、なんと豪華な、ね。ボランチはパレデス、ベッラッティ、ダニーロ・ペレイラとなっております。ワイナルドゥムもエレーラもベンチ、なんと贅沢な、ね。で左から、ネイマール、右メッシ、トップがムバッペでございます。イカルディもディマリアもベンチ、
なんと贅沢な。で、まあ、それでね、チャンピオンズリーグはね、取れるっていうもんでもないんでね、やっぱりね、こっから先、ポチェッティーノのね、手腕が果たしてっていう感じになりますね、やっぱりね。でね、あの、宮殿直下ではありましたけれども、ムバッペが、サカツクではエンバペだったっけ、ムバッペだったっけ、ちょっと忘れちゃったね。サカツク名で読みましょう、サカツク名で。エムバペでした。エムバペ選手がどうやらパリ・サンジェルマンに残留ということになっております。3年間残留になってるから、ちょっとね、レアルサポーターはね、完全に来るものだと思い込んでいたでしょう。まあね、報道によると、もしかしたら、このね、今回、サカツクがポチャッチーノなんて、ね、監督を用意しましたけれども、もしかすると、示談になるんじゃないかなんていう話がね、監督を示談にするんだったら俺残ってもいいよって言ったとか言わなかったとか、ね、どっちにはね、ね、まあちょっとわかりませんけれども ね、なんかの理由で、急に急転直下残留が決まりました。ね、どうなるんでしょうかね、わかりませんけれども。はい、というわけで、レッドブルエナジードリンクが当たるリミテッドマッチコラボレーションカップ。というわけで、今週のやること。ででん。特別ルールを設けたカップ戦イベント、リミテッドマッチが開幕ということで、今回はレッドブルゲーミングスフィアで会ってたみたいですね、前回ね。スフィア東京様とのコラボレーションにより、ご参加いただいたお客様の中から抽選で30名様に、ね、レッドブルエナジードリンク、これどれぐらいのサイズの、あ、これ250ですね。先週はね、ちょっと大きすぎた。先週大きかったね。これのロング缶でしたね。これが大体このサイズですね。うん。ね、毎回言うけど飲み慣れてない感じでね、お送りしておりますけれども。どう、レッドブル見えてる今回は。ね。レッドブルオリジナルプラスチックカップ1個のセットが贈られますということなので、ね、正直言ってね、大会には参加するんですけれども、こういうのはぜひマグではないサカツクを始めたばかりの方とかにね、ぜひプレゼントしてあげてくださいね。マグはね、大丈夫、そんなのよりも10万 GB だから欲しいの。そんなのとか言っちゃいましたけれどもね、大丈夫。そういうね、なんかやった当たったっていうのはね、あの、できればエンジョイ勢に、マグもエンジョイ勢ですけれども、エンジョイ勢の方には当選してください。当たらなくてもマグはずっとサカツクをやり続けるので構いません。他の方に当ててください。はい、というわけで、次がこれがガチャですね。一気にガチャのお話までしますか。はい、というわけで、今回のガチャはこちら、ジャパンフレンドではないよ。こちら、確率 10% ということで結構高いですね。スーパースターフェス来ております。何回目の登場かわかりませんけれども、またしてもリオネルメッシ。もうでも、カウンターメッシを取り逃してからもう別にいっかっていうね。もうメッシが出てきても、っていう感じでございます。でも、めちゃくちゃ強いんでね、余裕のある方は、取ってみてもいいんじゃないでしょうか。マグはここで1体確保したとしても、ちょっとペレとかね、その他の選手に、今、ね、マグの後ろに、こう、みんな並んで回ってるんで、ごとつを。ね、その人たちを先にしたいので、ね、またここで母体確保しちゃうと、厄介なことになってしまうのでね、今回はスルーさせていただきたいと思います。でも強いと思いますよ。で、しかもほら、今回のガチャ、なんと星5確率 10% にして5人しかいないということなので、闇が浅いね、なんていう表現したらいいんだかわかんないんですけど、結構いいガチャだと思います。引いた方がいいんじゃないかなと思います。ただね、だからあれですね、ごとつしなきゃいけない人がね、あなたの後ろに並んでいるっていうんだったらやめておいた方がいいかもしれないね。でもね、今誰も並んでないっていうんだったらね、引いちゃってもいいかもしれない。これ30連でも引いちゃっていいかもしれないね。1体確保でごとつしていきましょうよ。というわけで、どんなルンマ、どんなルンマは、あと、付加価値は1個しかついてませんね。AA です。まあ、強い方だと思いますよ。
そしてセンターバックキンペンベ、ジュヌゲリエ、まあちょっと意味は分かりませんけれども、キャプテンシーを持っておりますパリジャンの投手、そして、アイロニーパスカットとファイティングタックルということでダブルでついております。非常に優秀。そしてなんと現役選手なのにもかかわらず S ランク持ち、これは大きいんじゃないでしょうかねえ。マグもマルキニョス欲しかったな。はい、次、ボランチ、マグはねこのアルゼンチンユニバージョンのパレデスを持ってますね。ただこれはパリの、バンディエラがついているので非常に優秀になっております。さらに5つのハイパスカット長、そして付加価値2つで AA となっております。これも非常に優秀なんじゃないでしょうか。ダイナモ、そして、今回の目玉になるでしょう。はい、というわけで右ウィングメッシ、奇跡の左足も持ってる。中央突破のメッシはねフリーキック持ってないんでね、ちょっと羨ましいですね。羨ましいよ。セイビアドリブルにメシアスシュートということでダブルで持っております。そしてエースランク持ち、羨ましい、羨ましいですよ。そして最後にディマリア。だからこの間じゃないか、年末年始のガチャの中で来てたあのフランスの、ガチャを100連引いたっていう人の場合は、ムバッペもいらっしゃると思うんでね。で、この間のブラジルも引いてればね、マルキーニョスもいると思うので、ね、パリ・サンジェルマンで固めることも可能なんじゃないでしょうか。ディマリアはこんな感じ。こんな感じ。そして、シュートは S。ついております。非常にね、今回5人とも優秀な選手たちが揃っているのでね、本来は引いた方がいいかなっていう、それぐらい優秀なガチャが来ております。ね、ぜひ、後ろに並んでいる方がいない場合はね、聞いてもいいんじゃないかなと思います。マグはあれですよね、あのクライフのための30連とかやってるので、こういう時にちょっとやるのはねありだと思いますので、ぜひ皆さんもね、あの後ろに並んでなければ、もしくは、どうしてもメッシが好きなんだっていう人はね、聞いてみてもいいんじゃないかなと思います。あ、そうだ、この間のブラジルの方にはネイマールもいたんでね、意外とブラジルガチャ引いてる人はこっちも引くと面白いかもしれません。はい、というわけで一旦カット。はい、というわけでやっていきたいと思いますね。またちょっと見える位置に置いときましょうかね。こんな感じでしょうかね。ね、前回も言いました通りね、何の案件でもございません。マグが個人的に勝手に飲んでいるだけでございます。そして案件なんて全くいりません。マグみたいなね、チャンネル登録2000人ぐらいの YouTuber のね、動画なんかにね、そんなお金なんかいらないんです。ただ一つ、ただ一つ、レッドブルーさんにお願いしたいのは、また今後ともサカツクのスポンサーになってください。よろしくお願いします。はい、というわけでやっていきたいと思います。今回やりたいのは、前回あの、ごとつのオールマイティアイテムがね、あったんですよね。あったの知らなかったんで、で、あの後結局あれ、1ヶ月に1回の方も取ったんで、今2個あるんですよね。まあ、1個はもうちょっとキープするとして、もう1個は、ウーゴロリスに捧げたいと思います。アリさんもね、今回ごとつできたんで、まあ、非常に優秀なんですけど、何よりね、ウーゴロリスもね、こちら、バンディエラ持ちなんでね、やっぱり、常にベンチには置いておきたいっていうのもあるので、まあ、能力的には同じぐらいかな。アリソンって S 持ちだったっけ？まあ、あとはスキルとか、戦術とかで組み合わせる感じになるのかな。ええー、ですね。やっぱりどっちも同じぐらいか。
なのでね、どっちかっていうと、まあ、そうどっちもジョーカーっていうねそういうのもまたねうまいことできてんのよね。そうなんですよ、ウーゴロリスもねジョーカーなんですよね。ただ一個そのバンデーラがついてないってのもあるので、多分先発アリソン途中出場ロリスっていうなんか贅沢なね形を取るのかな、あ逆かな、先発ロリス、後半アリソン、そっちの方がいいですね。そういう形をねもしかしたらね今後取っていくのかななんて思っております。はい、じゃあウーゴロリスも5突になります。はい、2つ余ってるんですよね。もう1個はペレかな、誰にしよっかな。結局クライフはニヤニヤ枠なんでしないと思いますね。はい、5突課金。はい、というわけでこれでまたマグのチームは強くなる。グヘヘヘグヘヘヘ。はい、というわけで12000。まだね、遺跡特訓、さらに、あ、でもスキルはあるんだね。遺跡特訓、あ、でも遺跡特訓も終わってるね。あとはアクセサリーか。あ、これを入れたら完璧なロリスになります。いや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 、12500ぐらいになるのかな。どれぐらいかはちょっとわかんないですけどもね。まあ、頑張っていきたいと思います。これで、マグはまた強くなれると思います。じゃあちょっと今回、リミテッドマッチ、マグの陣容をちょっとご紹介したいと思います。実はね、まだね、ちゃんと組んでないのよ。途中出場ね、まだやってないんで、あれなんですけど。あと、今回、まあ、せっかくなんで、監督は全部、日本代表の監督さんにしました。ちょっと遊んでみたいと思います。で、一応カウンターは G を監督になってますね。442で挑んでおります。こんな感じ。まあ、奈良崎、奥村、富安みたいになっているんですが、5突してないんですよね。奈良崎もフォワードの、川本、鬼重も。なのでね、ちょっとここら辺、中途半端な実力になっておりますが、まあ、11人中8人日本人にしなきゃいけないっていうことなので、あともう一人ぐらい外人にしてもいいんじゃないか、これ。後ろにモレーウ、マルディーニっているんですが、モレーウってハードだよね。マグはね、日本代表のハードマーカーの五突がね、いないんですね。だからちょっとこれね、モレーウで使うしかないんですよね。残念。で、能力的に、行き過ぎちゃった。強いのが、こちらを見ていただけるとわかるんですが、1万を超えている選手は、キープしなきゃいけないんですよね。8人日本人を入れて、途中交代ができるのは5人なんで、日本代表の選手8人入れて5人はレギュラーが入りますよね。日本人外して。ね。ってことは、日本代表の選手、日本人選手は3人フルで出なきゃいけない。で、11人中8人ってことは、3人は外人が90分出なきゃいけない。で、こういうところのね、兼ね合いもうまく考えてメンバーを組まないといけないんですね。楽しいです。で、1万超えている富安、そして遠藤、この2人は、まあ、マグのチームの中では90分出てもらわないと困る。で、もう1人をね、ちょっとね、誰にしよっかなって思ってるんですが、まあ、フォワードとか、中盤は日本の選手いるんですよね。今みたいにレジマの選手がいるじゃないですか、あとインターコンチ。ね、藤田、木田、柳沢、平塚ローマ、奥村みたいにね、結構いるんですよね。で、まあ、ここら辺の中から一人っていうのを選ぶっていう感じになるのかなとは思います。で、それ以外の選手は、今、ちょっと、まだ途中なんですが、ロナウドが入ったり、エレが入ったり、ネドベドが入ったり、ランパードが入ることになると思います。ここになんかミクリアがいますけど、これはまあ外されます。まあ、このようにね、後半からドバッと入ってくることになると思います。まあ、そうやってちょっと今回チームを編成していこうかなと思っております。このメンバーで言うと、多分、富安、遠藤、奥村はキープだね。その他の5人は全員総特会ですね。ぐるんと。で、じゃあサイドアタック見ていきましょう。サイドアタックは毛利ポイチ。19万ですか。で、マグのメンバーの中には、こちら、エムルサ。左サイドバックの攻撃的サイドバックがいないのと、あと、マグのチームね、両サイドミッドフィルダーがいないんですね。
なのでフィーゴ、ジェラードはこれ出てもらわないと困ると。で真ん中の矢野に関しては5000しかないもんだって。これなんだっけ、そうレジスター持ちの日本人いないんですよね。でフォワードのほらこれムービングもいないからさ、ごとつしてない南井野が出なきゃいけないし、南井野に変えてメッシね、こんなことをしないといけないぐらいね、結構カツカツです、厳しいです。そしてポジション、加納修一監督でございます。こちらも数字見ていただくと分かるんですが、これはちょっといろいろ変えなきゃいけないかな。センターバック森岡6900とか、これひどいもんね。これハードマーカーが6900なのよね。さっきモレーブ出てたけど、で右のオフェンスもいないから、ほら奈良橋が6000で出てるでしょ。でフォワードの高木拓也が、ゴレアドールが唯一これしかいないからこんなになってるでしょ。で左ウィングに至っては中島翔也しかいないでしょ。いやこれこうごとつじゃないのが出るしかないんだよな。厳しい、かなり厳しいですよ。しょうがないけれどもね、まあ後半になったらそっくり変えるんでね。でまあロナウジーニョのところはエラシコは技の名前、テクニコね、日本人テクニコがいないのでもうこれはもうしょうがないし、キャプテンシーとキーマンのコウチーニョメッシも変えられないということなので、こんなごとつしてない日本人が出なきゃいけなくなっております。かなり厳しいですね。で中央突破に関してはプロローグオブジャパン、尾形武史監督5バックでございます。中西英介はジョン・テリーになっております。今のところこんな感じですかね。もうちょっといろいろ考えてみたいけれども、まあ富安、奥村、三栗屋を残すのかな。あでも遠藤残してもいいのかな。ねフォワードには岡野がいますけれども、岡野もねムバペに変わるのかな。うん、まあそういう風に仕込んでやっていきたいと思います。まあリミテッドはもう今日中にやんないと、まあ明日の朝もまだ大丈夫なんですけどね、結構間隔日程がね短いんで急いでやりましょう。今日の夜ないしは明日の朝にはもうねプレイしないとやり逃してしまいますからね。はい、というわけで以上マグのリミテッドをお伝えしました。残り時間でなんとか、日本のチームをね選手交代させていきたいと思います。さあそしてジャパンレジェンズ10連サクッとやりますか。前園さんって何なの。あテクニコって前園さんなんだ。欲しい、前園さん欲しい。でね今のところ残念ながらねまだこれ3体しか取ってないこんなに引き悪いですかっていうぐらいね引かないんですよね。だから今ね引いたのは、おーっと高木拓也2回目だ。はい、というわけで高木拓也ゲットでございます。ありがとう、映してる時に撮ってくれた。そしてさっき、高木拓也が試合出てたんですけどね、まだね、覚醒2回目2連続リニアドリブル超爆速ランナー、爆速だそうです。岡野じゃないでしょうね。岡野じゃないのがいいな。岡野だよね、爆速って言ったら岡野だよね。岡野じゃないのが良かったな。前園が欲しいな。前園がわざわざ来てるんだからさ、ほらマジョラル。まあでも2回連続で来ましたね。ずっと来なかったんですよね。なかなかね今回引き悪いなーって言おうと思ってたところだったんですが、映してる時に引いてくれてありがとう、助かる。前園が欲しいです。前園が、お願い前園出てきて。あと他なんか引いた方がいいのいたっけ。伊原だったっけ、なんか引いた方がいいって言ったのいたよね、先週言ったような気がする。カバコ、いやー出ないか。まあでも2体出てきてくれただけでまあ同じですかね。じゃあもう1回、さあ出ませんかね。もう1体、10連で3体出てもいいんだよ別に。出ちゃダメなんて誰も言ってない。あー残念でした。はい、というわけで今回は高木拓也、岡野を連続でゲットしました。珍しいね、あんまり引かないマグにとっては嬉しいでございます。というわけで今回の動画良かったという方はコメント高評価チャンネル登録していただけますとマグの動画作りの励みになります。よろしくお願いします。はい、というわけで今回はちょっとね、時間がなかったので、ポチェッチーノは、まだ獲得しておりません。まだワールドツアーもね満足にやってないんでね、皆さんもお忘れなきよう。
ね、特にリミテッドもお忘れなきを、ね、マグはこれから編集しながらやらないといけない。 AP が満タンになってるしやらないといけない。ではでは今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。